しょぼくれだけ。どんどたかやとまいこです。こんばんは。こんばんは。まいこさんは、半分寝ておりますが、はい、ちょっとね頑張っていきたいと思います。いきます。大丈夫か本当に。ということで、はい、コーナー行きましょう。はい、まいことたかやのちょっと怒っちゃいます。ということで、息の合わなかったこの2人、皆さんちょっと最近怒ってますかね。まあね、このコーナーでは、皆さんの身の回りの些細な怒りを、はい、マイコにちょっとね教えてほしいなっていう感じで教えてください。コーナーなんですが、今日はですね、ラジオネームカートールさんからおはがきいただきました。はい、突然ですが僕の怒りを聞いてくださいと、はい、僕は電車に乗って学校に行ってるのですが、ある日の朝、2人用の席に座った僕は、友達の分を取るために横に荷物を置いておいたのです。はいはいはい、なるほどね。そしたら片手に新聞を持ったおじさんが現れ、何も言わずに僕の荷物の上にドスンと座ったのです。おお、そのおじさんは席が空いてないのを知ったのか、どこかに去っていってしまいました。その後荷物を見たら、昼食のパンが見事に潰れていました。Oh my god。 こんな謝りもしないおじさんに、お二人から怒りの言葉をお願いしますと。はい、待って、でもね、二人用の電車ってあるよね。電車、二人用の JR じゃないか。そうそう、あるある。電車って言うの、ね、そうね、二人用あるでしょ、うん、あるある、ね、あれダメなんでしょ、パンとか置いちゃダメだよ、一人一人。ということで、すいません、一人一人って意味わかんない。本当に寝ております、まいこさん。思考能力ゼロでございます。ということで、はい、まあその人も悪いけど、うん、カバンがあるのにね、すいませんとか、ちょっとどけてもらえますかとか、ね、うん、言えないおじさんも悪いと。そうだ、まあそんな、カトルさんに、はい、マイコから今日はとっておきの素敵な、はい、詩を一句よろしくお願いしま す。ではいきます、はい、出会い、いつどこで誰と誰がどんな出会いをするか、どういう風に巡り合いをするか、それが大事なんだな。イエーイ、ね、これはね、いい出会いです。うん、そうそう、カトルさんに、うん、マイコからの出会いについて、そうですね、詩を読ませていただきます。だから怒らないで、これはいい出会いだったってことにしといてください。そうですね、はい、ということで、はい、皆さんが最近起こった些細なことを、ね、もう嬉しかったことでも、うん、恥ずかしかったことでも、そうね、いいので、かかとマイコに教えてくんちゃい、教えてください。それでは宛先を、はい、宛先は郵便番号 102-8080、 東京 FM レディオマガジンはついないゾーンのはちゃめちゃしょぼくれトークの係までです。それでは最後の曲に行きたいと思います。はい、眠気も吹っ飛ぶ、はい、この1曲で最後はお別れしたいと思います。はい、ゾーンでジェット。それでは皆さん、マイコのようにボケっとしてないで、はい、しっかり寝てください。はい、おやすみなさい。おやすみです。